お願いします。あ、はい、はい、あ、ですね、それっぽいよ。こちら側は普通のね、あの水の濁りとか、まあ酸性かアルカリ性かというペアとかいったものを検査している部屋です。で、今あのデモでね、あの彼女たちがやってるのは後でご覧に入れますけれども、こちらすいません、お願いします。水道の蛇口からですね、いろんなものが出ることがあるんですけれども、もともとの水道水には入ってございません。なぜ出るかというと、あの各ご家庭のですね、蛇口の周りに、水漏れ防止でパッキンというあの黒い部品が挟まってます。それがどうしてもゴムでできておりますので、長い間では水に浸かってると傷んできます。そうすると、あ、ちょっと危ないよ、これ、あの動くからね、机じゃないのでごめんね。このようにですね、黒く、ちょっと見て、ああ、入ってる入ってる、こういったものが出てきます。こういったものはですね、水道用の器具機材として認められているものですので、間違って飲んじゃっても害はないんですけど、気持ち悪いものですので、お渡ししたパンフレットのですね、裏の真ん中の 右側ぐらいに、あのお客様サービスセンターというところの電話番号を書いてありますので、そちらに連絡いただければ、あの私ども水質課の方でですね、直接お客様の方にあの検査に加えますので、はい、お願いします。はい、お願いします。どうも。へえ。はい、じゃあ次、こちら、天秤です。これ、まあ、いわゆるはかりですね。これ、はかりと申しましても、非常に精密なもので、あの1万分の1グラムで測ります。おお。皆さん、これ、1円玉って何グラムでございますか？1グラムですか？正解です。もちろんこれね、1グラムと申しましても、工業的に作ってます。でも、これ、新品じゃありません。ですから、手の油とか赤とかついてるんですけれども、この測りで測ってもらいますと、こうやってると、1.008 とか9とか、ここまで正確になってるんですね。やはり日本の技術というのはすごいなと思いますけれどもね。で、これ何に使うかと申しますと、私どもで使ってる試薬を作るために、こうやって精密な量を測っています。精密に測らないとね、どんな検査やっててもみんな結果がいくようになっちゃいますんでね。で、すいません、こちら 2,3 人の方ちょっと見ていただけます？珪藻というプランクトンが今入っているんですけれども。おー、すごいすごいこれ夏の暑い時期になりますとね、石子の中にこれが何千個とかっていう増えてきます。そうしますとね、浄水場が水をきれいにするのをね、邪魔したりするんですね。そうした時に種類と数をちゃんとつかみまして、浄水場の方に知らせましてね、水をきれいにする手助けにしてます。よろしいですか？すいません。じゃあ、すいません、向こう、もうちょっとこちらの方にお願いします。こちらは細菌検査のサンプルなんですけれども、こちらは雑菌の検査のものです。これ、24時間培養すると、まあ、水道の水は、もちろん何もいないんで出ませんけれども、水源の水はですね、この一つ一つ、これがね、雑菌一つが24時間培養すると、このぐらい大きくなります。この一粒一粒が一匹の雑菌ですね。へえ。いいですか？すごいすごい。
で、こちら大腸菌です。これなぜやるかと言いますと、大腸菌はあの病原性細菌の、まあ、目安になる細菌ですのでやってます。これ黄色いからといってあるというわけじゃないんですけれども、こうやってあの紫外線を当てるとですね、こうやって光るのが大腸菌があるということになって、こうやってやるとあのよくわかると思うんですけれども、黄色くてもあの青くなるのと、あの、まあ、黄色くて青くなるの、また黄色くても青くならないもの、まあ、白くても青くなるものがあるんで、これ色だけでは判断できません。もうちょっと青いですね。で、あれで高度を測ってます。で、奥の彼女がやってるのが周期試験といいまして、水の匂いです。水に嫌な匂いがついてるので、やっぱり飲むときにちょっと支障がありますので、検査、水の匂いの検査もやってございます。で、これで東側の検査、ご案内は。やっぱ匂いは鼻で嗅ぐんですね。そうですね。結局人間が鼻で感じるものですね。なるほど。鼻で嗅がないと、大概の検査らしいものもあるんですけども、やっぱもう、そういう物質はね、もう検査もあるんですけども、やっぱ人間の方が、ありがとうございます。